Hello and welcome back to Sisters United. You are joined by Player 1 and Player 2. And welcome back to our Final Fantasy 16 playthrough, where in the last episode Clive was very sad because he realised he killed Joshua. Yeah. Only to know that Joshua is alive and well. We saw him at the end. For us to know. No, we saw him at the end. And we got to see Cid turn into Rama. Is that how you say his name? Yeah, Rama. And it was all very exciting, and we killed poor Gerda, the bird lady. I don't know her actual name. Bened. Began with a B. Ben or something. Aye, Benna. So we had to go back to the hideaway after we helped rescue Cid's wee sniff man. So we'll find out what happens. Maybe we're going to get to see Jill. Finally. そしたらあいつ巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ。彼女、目が覚めたわ。そうか。そう。うん。Jill will help him feel better. Yeah. 言ってやれよ。さて俺には野暮用がある。グッズ出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの？ちょっとな。ほら早く行こうぜ。チル。Let's go see Joe.親方にどやされる前に。本当にあなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も。二度と会えないかと。体は大丈夫か？ええ。クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか。なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。クライブ、聞かせて。一体何があったの？すべて俺がやったことだ。そ
んな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か、何と言ってた。見つけたぞ。何をだ。クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。おお。よう、クライブ。少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実は、また頼みたいことがあるんだ。もちろん。ただでとは言わない、だろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが、どうだ、やってくれるか。ああ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあこいつをエントランスに居住区、あとチカローに届けてくれるか。みんな腹を空かせて待ってるはずだ。任せて。 Another bite in the bunks. Another guarding the cells. Okay. So one by the entrance.そろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。That is one. Out of three. おう、どうした？あんた、まだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。There we go. おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。 We'll do our best. That's another quest.シンギリ、いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。
頼む、新入り。様子を見てきてくれないか。わかった。行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。Okay, so we'll do that one next. 食べられる果物の種類を増やせないかさ。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。モーグリさん、かわいいね。お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。So we will go and do the moving heaven and earth. Mm-hmm. 今の悲鳴は。おい、大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど。土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。
心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。 Dark, rich, and fragrant. Sure, that's easy enough. おお、戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたか。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だがいいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるなら、あれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど、ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。Now, before we go start the main quest, we'll go see if we can have any up weapon upgrades. I think there is a few. また何か入りようかい。ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。あ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。ガブに挨拶しておこう。なんだ、出ていくのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ。俺は仕事をしただけさ。I was going for a cuddle there. じゃあ、元気でな、クライブ。He must not like goodbyes. こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。わかってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。No. We're not going with Seth? Rosalia.13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。
それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。That's what it's see Jill's fighting. Ooh. Very pretty though. Oh! Steven see, I thought it was a flower. I was coming to investigate it. It's a death blossom. Oh. Side quest. ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな。チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。わかった、荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃあよろしく頼むよ。Like, we're going there anyway, so might as well. マーサの宿まであと一息だ。おい、あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。確かに俺宛てのようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて。まさかあの行商に何かあったのか。馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってれば儲けれたものを。あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。
何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。ガブ、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。橋が壊れちまってんじゃ。あなたがこの宿のご主人ですか？かわいいお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。ならなおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。OK! So we've got to go find a perchmark. Back to the marshes, which we haven't been since we were a young boy. Yes, I hope Marlboro isn't there. Probably there is. Ah! Help me! Now? Oh! This is the end. Let's go, Jill. I think it was to the left. We're in battle, apparently. Oh! Claire? Think so? ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？ああ、そうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。ご無事でよかった。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。イーストプールへと抜ける橋を修理するよう
マーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ、さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。Guess it wasn't the marshes. They are like marshes, but maybe not the one we're thinking of. よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから、帰ったばかりなのにありがとうございます。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい。ああ、分かった。二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい。ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが、幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか。ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。それじゃお言葉に甘えて。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい。うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。いや、結構。この宿場はベアラの数が少ないようだ。確かにあまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか。オリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。いやあ、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい。聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラだったの、おぞましいったら。まあ、なんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。え？きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。信じられないかい。エルウィン様が治めていた頃のロザリアでは、ベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい。あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。
修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。この世の殲滅のことを知っていたつもりだったけど、処理してもらってよかったか。ベアラーというだけで簡単に我がこと思わなくなるなんて。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだな。I'm kind of feeling this is maybe where all the bears are. Maybe. For like orphan, abandoned children, maybe. We won't know till they go in. 何かご用で。あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。マーサさんの依頼でお届け物が。なるほど。お二人ともこちらへ。嫌だ、死にたくない。痛い。どうか痛み止めを。暗い、怖い、一人にしないで。 They turn to stone. ここにいますよ、大丈夫。この人たちは、マーサがこれまで買い取ってきた、捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見とってやりたいと。あなたの魂が幸多きものであれと心より祈っていますよ。安心を。ありがとう。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。彼らも少しは楽に行けるでしょう。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。
forced to use their gifts. I wonder if that only happens if they're like made to use it rather than they choose to do it. Maybe. Ah, 戻ったのかい。届け物をありがとう。院長からだ。また二人亡くなったと。そう。少し話そうか。どうだい？現実ってのを見た感想は？何も分かっていなかったということを今さらのように思い知ったよ。ベアラーはただ少し人と違うだけだ。それなのに虫けらや化け物のように扱われる。これがおかしいって気づいたやつが動かなきゃ、いつまでたってもイカれた当たり前のままなのさ。だからあなたはシドに協力を。大したことはしてないよ。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。じゃあ修道院にいたベアラーたちも。そう、書類の上では私の所有物だ。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。大工のバーナードから知らせがあったよ。イーストプールへの橋が修理できたそうだ。大事な用があるんだろう。気をつけておいき。世話になったな、マーサ。いけない、私そびれてた。こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。用事が済んだらまたおいで。シド、クライブ様とジル様は本当に生きていたのね。お二人とも行ってらっしゃいませ。どうかどうかお気をつけて。ちゃお。Well, player two, will we go across the bridge? Yes, we will. Ned! Shido. Yo, Clive. Kite da no ka? Sono ude wa? Ah, kore ka? Nagai koto tadakatte kita kara na.おかげで近頃は無茶もできん。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。気にしなくていい。そうか、旅に出るんだな。世話になった。よくしていただいて感謝しています。自分たちで決めたことだ。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。シド。ねえ、俺が昔好いてた女が難儀な生き方をしていた。お前のように救ってやりたかったよ。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。シド、傲慢なんだろうな、他人を救うなんてのは。
なんだかんだと言葉を重ねても結局はこっちの思いを押し付けたに過ぎない。伝わらない言葉っていうのはどんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。けどな、これだけは言わせてくれ。過去のお前をなかったことにするなよ。受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。自分を。きっとお前の生き方はこれからも難儀なんだろう。だから自分くらいは救ってやれ。お前を救えるのはお前だけなんだから。やってみるよ。ジル、あんたもいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。ええ、わかったわ。それで最後か。うん、ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。じゃあな。We will get to see him again. Yes! We go back and we end up going back to the hideout. I'm sure this is probably where he gets his outfit with the red corset. And, ちょっといいか?ってなんだ。傭兵かと思ったらベアラーかよ。まあ、いったな。主の許可なしには。待てよ。そのブローチ。お前、マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近ここらに魔物が増えてきてな、やつらの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきてどうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われこの辺りまで降りてきたんだろう。まったく飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。いいだろう、俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ。マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ。I like how the quests are more or less on the way that we're going. Yes. Because like, you can do it while you're going. よし、ブライスというやつに報告するか。参ったな。あんたがブライスか。ベアラが、なんで俺の名を。あんたの連れに頼まれて魔物を倒してきた。全て片付けたから安心しろ。あの数の魔物を倒したってのか。いや、お前がこっちまで来れたのが何よりの証だ。見上げた強さだな。しかしフレドリクめ、魔物退治をベアラーにさせるとは、奴の起点を褒めてやらねえと。とにかくご苦労だった。主に礼を言っておいてくれ。That is all. ってな。
That is awful. How they treat people, the bear mark. I'm putting beast against beast. Poor Clay. Right, let's see what happens then when we get see to what them. They what they think when they find out he's Clive Rosera. We'll see what happens when we get to this bit. ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。ずいぶんと静かね。もしやクライブ様では。私ハンナです。マードックの家内の。マードック夫人。ああやっぱり面差しがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくそこ無事でおられました。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。お二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、はあ、幼いお二人だけで旅なんて。でも、なんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれでよいのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから、すべてが変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。まさか将軍も。クライブ。まあクライブ様、お顔色が。旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。
せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくださるって。ご好意に感謝しましょう。あれから13年だ。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。二人で月を眺めたのを覚えてる？あの時メティアにかけた願いは叶ったわ。あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。She was gonna smooch him there. She was, but he didn't move. Oh, look at the love tension. Oyasumi, Kuraibun. The tension! Mata ashita. He can cut it with a knife! Oh, it's so cute. Oh! Hontouni tasukarimashita. あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に。 Those are his dads. 記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でも、良かったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸多からんこと。あなたもどうか元気で。
イーストプールの北門を出ればフェニックスゲートに抜けるはずだ。行ってみよう。Well, even a sword changed. Make for Phoenix Gate. こんなご時世にご主人様と旅でもしてるのかい？そのお姿、殿下。いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。ベアラーを返す？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いがそれはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかしぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。おお、ありがとうございます。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。Right. Well, unfortunately. あなたはもともとエルウィン様によく似てるから。That is all the time we have for this episode. So if you've enjoyed it, please leave a like and subscribe.And in the next episode, we'll go speak to the man at the well and then carry on to Phoenix Escape. Yeah. So thank you for watching and we'll see you next time. Bye for now. Bye.